こんにちは、ヘアカラーの先生、髪トレの金部です。今日の内容はですね、白髪が多いお客様がすぐ伸びて気になるから、インスタなんかで見たら白髪ぼかしっていうのをやってみたいって言われたけども、美容さん的にどうやったらいいか分かんないなって思ってる方へちょっとヒントになる内容として紹介していきます。今日、白髪の量がある程度多い方にベージュ系の色で白髪ぼかしをするポイントについて解説していきますので、ぜひ最後までご覧でみてください。このチャンネルではですね、美容師さんに向けてヘアカラーの情報配信はもちろんですし、お客様にもですね、ヘアカラーのことをシンプルに解説してますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ベージュ系の白髪ぼかし、お客様のビフォーアフターこんな感じ。白髪ぼかしの定義をですね、髪トレでは浅く薄く白髪を染める、そんな風に伝えております。で、このお客様はちょっと細かくハイライトも入れさせていただいているんですけれども、何ですかね、こう、すごくアッシュとかくすんだ色ではないし、かといって赤みがある感じでもない。その間ぐらいの絶妙なニュアンスの出る色っていうのが、このベージュ系の白髪ぼかしなんですね。で、僕がご紹介しているのはベージュ系の白髪ぼかしとグレー系で分けて紹介しているんですけれども、できれば女性、大人の女性で白髪が気になる方がですね、あんまりグレーっぽくしすぎちゃうのは、僕はあんまりお勧めしないんですよ。理由がですね、やっぱりグレーっぽい色が顔にかかってくると、肌がくすんで見えちゃう。元気なく老けて見えてしまう可能性があるので、できればベージュ系の色で、僕は大人の女性は白髪ぼかしをすることをお勧めします。今回はこのベージュ系の白髪ぼかしで使った薬剤がですね、フィオーレさんのクオルシアサンドベージュです。はい。サンドベージュのいいところはですね、すごく雰囲気のあるベージュなんですね。で、ベージュ系の薬剤って、なんか N 系とあんまり変わんないとか、色が薄くてよくわかんないっていうのあると思うんですけれども、結構いろんなメーカーさんから綺麗なベージュって実は出てるんですね。ミルボンさんのスモーキートパーズもそうだし、ルベルさんのエドルのベージュもすごく雰囲気が出るんですよね。で、今回はフィオーレさんのクオルシアサンドベージュを使ってカラーをさせていただいたお客様がこんな感じ。アッシュとは違う優しい透明感のある色になるんじゃないかなと思いますので、どういうベージュ系の薬剤がいいかとか、そういうふうにわからない方はですね、この薬剤を使ってみるのをお勧めします。グレーカラーを使って白髪を染めるのではなくって、ファッションカラーのあまり高い番号でないものを使って白髪を薄く色を入れるんですね。しっかり染めてしまうと伸びて目立っちゃうから、結局普通のグレーカラーと同じになっちゃいますんで、そうじゃなくって薄く染まってるぐらいで OK だよってお客様にはこのやり方はすごく最適。でもこの白髪の気になり具合ってみんな違うんですよ。2週間で伸びて超気になるって方もいるし、2、3ヶ月経っても気になると言いながらも意外と平気だったりする方もいらっしゃいますよね。なのでお客様の気になる度合いとか好みに合わせてやり方をチョイスするのがいいと思うんです。しっかり染めるグレーカラーが僕全く悪いと思わないです。明るく染めるのもありだし、淡く染めるのもあり、いろんなバリエーションでお客様の白髪ストレスをちょっとでも減らしてですね、その人らしく気分が上がるカラーリングを提案するきっかけに、ぜひ今日のクオルシアのサンドベージュ使ってみてください。で、今日お話しした内容ですね、2日に一遍美容師さんに向けて LINE で情報を配信しています。友達登録はまだの美容師さんいらっしゃいましたら、概要欄に LINE のリンクが貼ってありますので、そちらからぜひ友達登録をお願いします。カラーが苦手な方とか、ブランクがあって不安な方、あとお一人様の方にはですね、髪トレドリルリスタートコースという内容がすごく僕はおすすめなので、 LINE から全部見れるようになってますので、ぜひ見てみてですね、お申し込みいただけると嬉しいです。ヘアカラーの質問ありましたらコメント欄でもいいですし、 LINE でも全然質問してください。で、今日の話をまとめるとですね、ベージュ系の白髪ぼかしをするにはフィオーレさんクオルシアサンドベージュがおすすめです。いろんなベージュがあるんですけれども、ぜひ雰囲気が出やすい、グッといいムードな色に仕上がるベージュ、これをですね、サロンに1本置いていくことをおすすめ、ぜひですね、いろいろ着た場とかで検証してみて、お客様に提案するきっかけにしてみてください。で、今日の内容が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。ベージュ系の色っていっぱいいろいろあるんで、ぜひ美容さんごとでお気に入りを見つけるといいと思います。やっぱ綺麗に出る薬剤って使ってる美容師さん多かったりするんで、ぜひ情報交換したりもいいと思いますんで、友達の美容師さんにもベージュ系の薬剤でいいのないって聞いてみてください。お客様に喜ばれるカラーのバリエーションが増えると思いますんで、おすすめです。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。